どうも、南光一です。今日の放送ではですね、千葉大高校のですね、自転車競技部の皆さんにインタビューしたいと思います。なぜかというとですね、先日行われた熊本県高校総体自転車競技ロードの部で、なんとですね、千葉大の選手が1位、2位、3位を独占するという素晴らしい結果を残してくれましたので、今日はその3人をお招きしています。じゃあどうぞ。はい、はい、じゃあこちらがですね、ロードの部では1位、2位、3位なんですけども、それぞれですね、他の種目でもいい成績を残しています。自己紹介でそれを言ってもらいたいと思います。じゃあ大きな声どうぞ。はい、県総体ロードで優勝しました奥村圭司です。はい、ロードの部優勝ですね。はい、じゃあどうぞ。3km インビジュアルパーシュートで優勝した遠山山です。はい、遠山君はですね、ロードでは2位でした。で、ロード3位でした。どうぞ。スクラッチと 4km 速度競争で優勝しました上本です。お、じゃあ2つ優勝、1つ差ね。ということで、まあ、奥村君の場合です、県大会はちょっと欠場して、ね、全日本の大会出てましたので、ね、まあ、出ればもっと優勝できたんですけどね。はい、じゃあ3人とも素晴らしい成績です。おめでとうございます。じゃあまず、ね、私も見たロードレースの、ね、ちょっと感想から聞いていきましょう。まあ、結果的には、ね、1位ということで、まあ、県の意味ではね。ただロードレース自体は4県合同だったので、ね、他の選手もいましたね。はい、走ってる時どんなことを考えてました？他の県でまだ走ったことない人とか、うん、1年生ばっかりが多かったんで、まあ、とりあえず落車には巻き込まれないように前の方にずっといるように意識していました。はい、なんかロードで意識したことありますか？勝ち逃げに乗り遅れないようにだけ意識して。ああ、先頭集団に、ね、最後までついてましたね。はい、どんなこと意識しました？ちょっとイメージしたとレース展開とかちょっと違う形になったんですけど、うん、まあ、集団で1位は取れたので、うん、そこだけは。そうですね、2人は、ね、先頭集団ずっと走ってて、そのメイン集団の、ね、トップを、ね、走ったんですね。はい、ではですね、まあ、岡村君は一応1位だったんですね。じゃあこのロードレースの1位の感想を教えてください。そうですね、自分は逃げに最初乗れてなくて、うん、で途中から1人で追っかけて乗った形で、うん、ちょっとそこで足を削られてしまって、うん、1位はちょっと難しいかなって途中まで思ってたんですけど、最後位置取りとかバンテとかでいろいろいいところにつけて高校生の中で1位は取れた。うん、なんとか粘れてますね。はい、じゃあ、あと2人はそれで優勝した種目もあるので、じゃあ優勝の感想を聞こうか。どうぞ。その前の2種目で、うん、上本君に全部負け越してたので、ああ、なるほど。最終種目で、まあ、絶対優勝してやるぞという気持ちで臨んで、うん、まあ、優勝できたので良かったなと思います。ね、一応、まあ、自転車競技部の中でもどっちかというと長距離を専門にする人と短距離にしてるんですね。で、3人とも、まあ、ロードで1、2、3位だから長距離を一応専門するとかね。で、前2勝で負けちゃったんですね。じゃあその2勝負に勝った上本はどうですか？そうです、展開をしっかり考えてた展開に持っていけたので、うん、そこは良かったんですけど、まあ、ただ、まあ、人数がもう少なかったので、うん、九州のことも考えるともっとできたかなと思います。そうですね、今年はね、熊本県は千葉大が一番部員が多くてね、あとの学校はあまり多くないんでね、まあ、問題は次の九州大会ですけど、はい、まあ、九州で上位8位に入るとそれぞれの種目でいけるのかな、全国。はい、じゃあその九州大会、また全国大会に向けての抱負を最後一言ずつお願いします。どうぞ。自分はポイントレースと3キロに出るので、うん、とロードに出るので、うん、あとチームパシュートに出るので、うん、それで全部優勝して4冠を目指して。おお、4冠目標。はい、どうぞ。と自分はロードレースと 4km 速度競争と3キロインビジュアルパシュートと、うん、あとロードレースに出るので、うん、まあ、ロードレースと 4km 速度競争と、まあ、4冠を狙っていきたいと思っています。4種目、4種目、どうぞ。自分は 4km 速度競争とスクラッチとチームパシュートとロードレースに出るので、うん、自分も4冠を狙っていけたらなと思います。全4冠狙い、はい、でも同じ種目も出るからね、はい、誰かが勝ってたかも分かるわけだけど、まあね、お互い切磋琢磨といいますかね、争って他の県の選手上に行ってね、ぜひ今年全国大会北海道ですので、はい、お金かかりますしっかり集めますので、北海道で3人ともそろっていけるようにぜひ九州大会を頑張ってください。あ、ちなみに九州大会の日程と場所を教えてください。6月の8、9、10、11に、まず8、9、10にトラックレースが鹿児島県の根締め自転車競技場で行われて、うん、はい、で11のロードレースが宮崎県の綾町で行われて、今度鹿児島、宮崎、ぜひ九州大会ね、はい、はい、あ、最後学校対抗でもね、こちらで優勝しました、キャプテンですね。はい、じゃあ一言。熊本県では学校対抗で、まあ、優勝できたので、
まあ、その流れも今来てると思うので、九州大会でも総合優勝を狙えるように。そうですね、今年もぜひ九州の、ね、学校大会でも優勝してください。はい、ありがとうございました。はい、ということでね、大変今年ね、期待が膨らむ自転車競技の皆さんでした。まあ、長距離陣今日集まってもらいましたけどね、短距離競輪なんかにね出る仲間もいますので、全員でね切磋琢磨して上を目指してほしいと思います。ではまた次の大会の結果をまたお届けできるようにねしたいと思います。ではまたお会いしましょう。またね。